村山どこがなんですけど、昨日も自民党の高市さんが侵略という言葉がどうかというような批判的なこともおっしゃってました。安倍首相も侵略というところをちょっとはっきりとおっしゃってないというのがあるんですが、植民地支配と侵略をお詫びするというこの村山談話については、その代表を聞いてください。侵略の定義については、学術上きちんと定義がないことは、これは安倍首相が言われている通りです。第二次世界大戦後、事後的に国連安全保障理事会ではなくて国連でですね、安保理が侵略かどうかを最後判定するという枠組みが決まりましたけれども、侵略とは何かという定義がないことは確かなんですが、日本はね、敗戦国ですから、戦争をやって負けたんですね。その時に、戦勝国サイド、連合国サイドからすればね、その事実というものはやっぱり曲げることはできないでしょうね、その評価についてはね。ですから学術上定まっていなくても、それは敗戦の結果として侵略だということはしっかりと受け止めなければいけないと思いますね。で、実際に、多大な苦痛と損害を周辺諸国に与えたことも間違いないですから、その事実はしっかりと受け止めなければならないと思います。で、その点についても反省とお詫びというものは、しなければいけない。またこの立場はずっと週刊朝日や朝日新聞に対して僕は言い続けていますけれども、こういう立場というものは自らの一方当事者がもう終わりだ終わりだと言って時間を区切って終わりにすることができないんですね。それは時間が解決する、要は相手方がある程度納得するまでの期間、時間的なその経過というものは必要であることも間違いないです。だからもう戦後60年経ったんだから、70年経ったんだから全部チャラにしてくれよということを当事者サイドが言うことではないです。これ第三国がね、アメリカやそういう連合国の方が、アメリカもそれは損害はあったんでしょうけども、それでもそういうね、第三者的な立場の国がね、もういいんじゃないのというのはそれはいいんでしょうけども、当事者である日本サイドの方が、もう60年経ったんだから、70年経ったんだから、もうチャラだよというのはこれは違うと思いますね。ただ事実と違うことでね、我が日本国が不当に侮辱を受けているようなことに関してはしっかりと主張はしなければいけないと思ってます。だから敗戦国として受け入れなければいけない。喧嘩っていうのはそういうことですよ。負けたんですから、だからそれは当時の為政者に重大な責任があるわけです。負けたんだったらね、それは負けたらね、そりゃいろんなことをもう我慢ならんことだってね、いろいろ言われることだってあるけれども、でもそれはもう負けたということはそういうことなんです。だから負けるような戦争なんかやっちゃいけないし、そもそも戦争なんかやっちゃいけないけども、そんな負けたっていうことをすぐさま捨てされるような、そんな甘いもんじゃないですね、喧嘩をやったということは。ただね、やっぱり事実として言うべきことは言っていかなきゃいけないと思ってますから、僕は十分慰安婦問題だってね、慰安婦の方に対しては優しい言葉をしっかりかけなければいけないし、優しい気持ちで接しなければいけない。やっぱりそういう意に反してそういう職業に就いたということであれば、そのことについては配慮はしなければいけませんが、しかしなぜ日本のこの従軍慰安婦、いわゆる従軍慰安婦問題だけが世界的に取り上げられるかというと、その当時慰安婦制度っていうのは世界各国の軍は持ってたんですよ、持ってたんですよ。でこれはね、いいこととは言いませんけれども、当時はそういうもんだったんです。でところがなぜ、欧米の方でね、日本のいわゆる従軍慰安婦問題だけ取り上げられたかといったら、まあ、日本はレイプ国家だと、無理やり国を挙げてね、強制的に意に反して慰安婦を拉致してですね、そういう職業に就かせたと、レイプ国家だっていうところで世界は非難してるんだっていうところを、もっと日本人はね、その世界でどういうふうに見られてるかってことを認識しなきゃいけないですよ。慰安婦制度をね、いわゆる従軍慰安婦制度、慰安婦制度がなかったとは言いませんし、軍が管理してたことも間違いないです。ただそれは当時の世界の状況としては軍はそういう制度を持っていたのも厳然たる事実です。にもかかわらず欧米が日本だけを、だってそれはね、朝鮮戦争の時だってベトナム戦争だってそういう制度はあったんですから、第二次世界大戦後、でもなぜ日本のこのいわゆる従軍慰安婦制度だけが世界的に取り上げられるかというと、日本は軍を使ってね、国家としてレイプをやってたんだっていうところがね、
ものすごい批判を受けてるわけです。僕はそれはね、その点についてはやっぱり違うところは違うというふうに言っていかなきゃいけないと思いますね。ただ慰安婦の方、その意に反して慰安婦になってしまった方はね、それは戦争の悲劇の結果でもあるわけで、戦争についての責任はね、我が日本国にもあるわけですから、そのことに関しては心情をね、やっぱりしっかりと理解して、やっぱり優しく配慮をしていくってことが必要だと思いますけれども、しかし違うことは違うって言わなきゃいけませんね。それから戦争責任の問題だって敗戦国だから、やっぱりこれはね、敗戦しもう負けたっていうところで、こらえてやっぱりこれは受け止めなければいけないことはいっぱいありますけども、やっぱりその当時ね、世界のその状況を見てみれば、アメリカだってそれは欧米各国だってね、植民地政策ってことをやってたわけなんです。だからといって日本国の行為を正当化はしませんけれども、世界もそういう状況だったと。そういう中でやっぱり日本はね、戦争に踏み切って負けてしまった。やっぱりそこは戦勝国としては、連合国としては絶対日本のね、この負けの事実、それから悪の事実ということは戦勝国としては絶対に譲れないところだろうし、負けた以上はそこはもう受け入れなきゃいけないところもあるんでしょうけども、ただやっぱり違うところは違う。世界の状況はやっぱり植民政策をやっていて、日本のその行動が原因ではない、日本の行動だけが原因ではないかもしれないけども、第二次世界大戦というものが一つの契機としてね、アジアのいろんな諸国が独立していったということも事実なんです。そういうこともしっかり言うところは言わなきゃいけないけれども、ただ負けたという事実だったり、世界全体で見て、侵略と植民地政策というものが日本非難をされてね、アジアの諸国の皆さんに多大な苦痛と損害を与えて、お詫びと反省をしなければいけない、その事実はやっぱりしっかりと受け止めなければいけないと思いますね。日本の、ね、歴史認識といいますか、政治家の、ね、メッセージの出し方の悪いところはね、歴史問題に関して、謝るところは謝って、言うべきところは言うっていう、こういうことができないことですね。一方ではね、一方の方のスタンスっていうものは、言うべきところも言わない、もう全部もう言われっぱなしで、全て、もう言われっぱなしという、その一つの立場。もう一つはね、事実全体を全部認めないっていう立場、あまりにも 両極端すぎますね。認めるところは認めて、やっぱり違うというところは違う。世界の当時の状況はどうだったのかってことを、やっぱりこれは近現代史をもうちょっと勉強して、慰安婦っていうことをバーンと聞くとね、とんでもない悪いことをやってたっていうふうにこう思うかもしれないけども、当時の歴史をちょっと調べてみたらね、日本国軍だけじゃなくて、いろんな軍で慰安婦制度っていうものを活用してたわけなんですよ。じゃあそうですよ、あれだけね、銃弾がね、雨嵐のごとく飛び交う中で、命かけて、そこを走っていくときにね、それはそんな猛者集団といいますか、精神的にも高ぶってるような、そういう集団はやっぱりどこかでね、休息じゃないけれども、そういうことをさせてあげようと思ったら、慰安婦制度というのが必要なのは誰だと分かるわけです。ただそこで日本国がね、欧米社会でどういうふうに見られてるかというと、これはやっぱりね、韓国とかいろんなところのいろんな宣伝の効果があって、レイプ国家だっていうふうに見られてしまってるところ、ここが一番問題だから、そこはやっぱり違うんだったら違うと、証拠が出てくればね、さあ認めなきゃいけないけれども、今のところ2007年の閣議決定ではそういう証拠がないという状況になってます。先日また安倍政権で新しい証拠が出てくる可能性があるという閣議決定したから、もしかすると証拠が 100% ない、その強制的に暴行脅迫をやって慰安婦を拉致したという証拠、今まではそういう安倍政権、第一次安倍政権の時にはそういう証拠はないというふうに言い切ってたのに、新しい証拠が出てくる可能性があるという閣議決定をしたので、もしかすると言い切れない状況が出てきたのかも分かりませんが、ただ今のところはね、そういう軍自体が、日本政府自体が暴行脅迫をして拉致をしたという、女性を拉致をしたという、そういう事実は今のところ証拠に裏付けられていないので、そこはしっかり言っていかなきゃいけないと思いますよ。ただ慰安婦制度についてね、意に反して慰安婦になった方に対してはやっぱり僕は配慮をしなければいけないと思いますけどね。認めるところは認めてね、謝るところは謝って、負けた以上はね、潔くしないと。これは自民党だってすぐね、武士精神だとか武士道だとか持ち出すのにね、
負けたのにぐちゃ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 言ったってしょうがないですよ。もう負けちゃったんですから。だからそこは潔くそれは認めて、ただ言われなき事実、言われなき評価については、根拠のない評価についてはしっかり言うべきところは言う。世界の当時の状況はどうだったのか、やっぱりそれも前面に持ち出してね、当時植民地政策ってものはあったんだけれども、日本というものは戦争をして負けてしまった、まあ、その中でね、いろいろ損害と苦痛を与えてしまったということについてどう評価するのかということは、国民真摯にやっぱり考えなきゃいけないし、反省するところは反省しなければいけないと思いますね。